今回は私たちの決まりでドライバーを用意します。というと？彼女です。渡美咲です。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私が若い女だからですか？高槻浩司です。アーストロ100を希望します。ありがとう。そこまでありがとう。カセットテープを再生してくれないか？はい。どうした、そんな浮かない顔をして。誰の声なんですか？妻の声だ。2年前に死んだ。お父さんって素敵じゃないですか。とても。君はこう考えてる。僕たちは同じ悲しみを共有してる。同じ女を愛したから。彼女の運転はどうですか？車に乗ってるのを忘れることもある。彼女にドライバーを頼んでもらってよかったと今は思ってます。君はどうして広島に？実家の裏が山なんです。大雨で地滑りが起きて、母はその事故で亡くなったんです。上十二滝村、君の育った場所、僕に見せる気はあるか？